その次元運営のことね、知ってる人っていう言い方にとどまると、次元運営知ってる人は日本だけじゃなくて、世界にもやるから、日本にはめっちゃやる。世界にもやっぱりちょっといてある。ちょっとしかおらない。というか、相対的な話だ。めっちゃいてあるんだよ。でも、日本、めちゃくちゃたくさんやるね。次元管理を知ってる人。事情を、し管理してる人とは言えやってどうやろ。言えない事情がありまして。ね。だから、そういう人たち、外国系の人たちから言ったら、これが証拠なんです。この芝の三日月ってわけで。で、あ、やっぱり登場。やっぱりおった。芝の三日月ってわけで。でも、その実何か言ったら、3歳になる直前に、階段の上から1階から2階から1階バーンと落とされた。あ、人間に落とされたとおり、小さい時はその多少の濃い霊に簡単に、ね、転がされるからね。実はカーリッコさんにバーンと落とした。カーリーの使い目というか、使い目っていう表現がぴったりかな。まあバルキリみたいな、どうたらいいのかな。バルキリーとまた系統違うでしょうけども、微妙にね。というか、インド神話、ペルシャ神話、ドイツ神話、三兄弟って言ってみちゅうね。じゃあ、ブラグマ、ビシュン、シバっていう三兄弟っていうか、知らんのに詳しく、知識入れてへんから。なんとなく思い出せるけど、知識入れてへんから、使いようがないね、実は。そういうの分かるかな。